最近ワンオペ育児の漫画を見たりするのですが、男性と女性の環境能力の差のせいで揉めるのかなと思ったりします。まず家事というものを一切してこなかった、オアお手伝い程度の経験しかない男性は、奥さんを家政婦かお母さんにしてしまいがちですね。生活では自立してないに等しいです。だから男性の一人暮らし経験は女性の立場を知る上で必要不可欠だと思ってます。ゴミ捨て、片付け、掃除、洗濯、食事の支度、その他の家事、それに育児をプラスアルファすると、とても一人で手の回る作業じゃないのがわかります。特に共働きともなると女性に個人の自由な時間はありません。僕の場合、一人暮らしを始めたきっかけは親の自営業を手伝って仕事も家も四六時中顔を合わせるのが嫌だったこと、家事が何一つできなくて世間知らずで恥ずかしいという思いからでした。最初はいろいろ苦戦しましたが、それすら楽しいと思える日々でした。そして何人もでルームシェアしていろいろな友達から勉強になることも多かったです。男性脳、女性脳の違いで、女性の方が細かいことに敏感だったり気づけたりする能力に男性は勝てないと思います。だから仕事帰りで疲れてても進んで何かやることあるの一言も大事だと思います。家事や子育ては女性の仕事っていう昭和の親父お母思想はもう古く、共働きの中で赤ちゃん一人共同作業役割分担で育てるのは円満な夫婦生活には当たり前になっているかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。